Hello, everyone. 嗨，大家好，我是小编风可，我是小编 Ellie。耶、yeah! ！今天我们要来开箱宫本茂，也就是马里奥之父，他替我们来揭露全新的超级任天堂世界 Super Nintendo World 啊，这个影片呢是任天堂官方在12月18号的时候啊，在他们的 YouTube 官网上面发布的。嗯哼，那就由我们小编来翻译，然后反应。对，就让我们来一起跟着影片 Here we go 进入超级任天堂世界吧。好的。呀吼！皆さんこんにちは。マリオのお父さんの宮本です。今回のダイレクトはゲームのお知らせではありません。ついに日本のここユニバーサルスタジオジャパンにリアルなマリオの世界を体験できるスーパーニンテンドーワールドが完成しました。そこで今日は私宮本が直接世界中の皆さんに世界で初めてスーパーニンテンドーワールドの中を紹介していきたいと思います。あちらの大きな土管が入り口です。我真的没有钻石过。Here we go。Here we go。好好，接下来。さあ、中はどうなってるんでしょうね。ゲームの中ではね、土管の中はあまり描いてこなかったので、実際にリアルなサイズのワープ土管を作ると、どんな中身がいいのかってことでいろいろアイデアをみんなで議論しました。で、たくさんのアイデアが出て、それを全部作ったら一つのアトラクションになるということで、シンプルなワープ土管です。皆さんでワープしてください。さあ、ワープして出てきた先はどこなんでしょうね。ここは日常のロビーのようです。对，好怀念哦！就我很小的时候，大概四岁左右。音楽が流れてますね。この音楽聞いてると、ほら、スーパーマリオ64のロビーですね。こうしていろんなマリオシリーズの音楽が流れているので楽しんでください。壁に絵もありますよ。さあ、それでは表に出てみましょう。はい、ここがスーパーニンテンドーワールドです。本当に作ってしまいました。現実に見ると大迫力で、中央にマウントビンポールがそびえ立って、その時点には旗があります。このピーチ城の前の広場からエリア全体を見てみましょう。向こうの方にはヨッシーやクリボーの姿も見えますね。それぞれがゲームのように動いています。いろんなキャラクターがいて、本当のマリオの世界、キノコ王国に来たみたいです。それではちょっと歩きながら見てまいりましょうか。さあ、このスーパーニンテンドーワールドの中はいろんなキャラクターが動き回ってるんですけども、それだけじゃないんですよ。ゲストの皆さんが自分でインタラクティブに関わることもできます。はい、ハテナブロックのアクティビティのところに来ました。私がつけてるこれ、パワーアップワンドがあるとさらに楽しく遊べます。こんな感じで手首に巻きつけるんですけども、このパワーアップバンドを使ってエリア内のあちこちに隠された秘密を探したり、いろんなアクティビティを遊んだりすると、このパワーアップバンドに記録されます。そしてバンドについている QR コードを読み込むと、スマートフォンのアプリと連動して自分の状態を知ることができるんですね。試しにやってみましょうか。ここのハテナブロックをパワーアップバンドの手で叩きます。コインって言いましたね。それでスマートフォンの方を見てみると、ちゃんと1枚カウントされましたね。この感じでこのバンドを使ってエリア内のいろんなところに隠されている秘密を見つけてください。バンドは全部で6種類あります。さらにこのバンドは実はアミーボの機能もついているので、自宅に帰ってからも使ってみてください。それではもう少し先に行ってみましょう。はい、だんだんとブロックの景色に近づいてきました。すごいね、近づくと迫力ありますよね。さらにいろんなものが動いてます。こちらにでっかいパックンハーがいましたね。これもアクティビティの一つなんですけども、今日は紹介しません。眠ってるようなので、そっと起こさないように行きましょう。さあ、こちらにあるのはノコノコですね。ノコノコのアクティビティ、
これを少し今日は紹介しましょう。はい、あのノコノコのいる土管の上にある鍵が欲しいんですね。こちらにはパワーブロックがあります。早速遊んでみましょう。叫什么中文叫慢慢慢慢慢慢こうしてパワーブロックのパワーが伝わっていきます。ちゃんとタイミングを合わせて取らないとダメなんですね。仔细看好，看准时机。对，看准时机，它是有那个能量表这样子，到 power 的那个地方。やりました。对。このようにタッチして鍵がもらえます。その鍵はパワーアップバンドに記録されています。こういう体験できる遊びをアクティビティと呼んでいます。コインブロックのようなちっちゃな体験とちょっと大型のアクティビティがあるんですけども、いくつかのアクティビティの中で3つの鍵を手に入れると最終アクティビティ。クッパジュニアとのバトル、これにチャレンジできます。それではもう一つ見てみましょうか。它是做地下光架。はい。就是真正的。ここから地下ステージです。本当に巨大な迷路のようなリアルな地下洞窟を作ってしまいました。怪しい馬ですよね。気をつけてください。あら、ブロック見つけました。ちょっと叩いてみますね。さっきからあちこちに気になるところがありますよね。こんなマークを見つけたらちょっとバンドをかざしてみます。クッパが現れました。最終ボスです。そんなわけないですよね。さらに奥に行きます。ボム兵がいました。これね、ボム兵気をつけてくださいよ。ほら、爆発した。こっちのボム兵も気をつけてくださいね。爆発しました。哦，对，它是这个走啊，你会越走越小。对，就是，可是我真的觉得应该放一点去，因为我们是被攻击到的，才会游大便。みんなどうしたんですか？ちっちゃくなってますよ。ちゃんとついてきてくださいね。ああ、なんかブロックが巨大に見えてきましたね。ちっちゃくなってしまったみたいですね。ここに巨大な柱を見つけました。叩いてみましょう。今度はコインがもらいました。1枚だけですけどね。さらに奥に巨大なボム兵がいます。踏み潰されないようにしたいですね。この巨大なボム兵もアクティビティの一つです。さあ、どんなインタラクティブなのか、それは皆さんが実際ここに来て体験してください。はい、無事に戻ってきました。体もね、元の大きさに戻りましたね。じゃあ次行きましょう。さあ、次にやってきたのはスーパーニンテンドーワールドのギフトショップワンナップファクトリーです。土管の中はおもちゃの工場になっていて、世界中でここだけにしかないスーパーマリオのグッズを作って販売しています。その中でも今日は任天堂の開発チームが作ったスペシャルなおもちゃを一つご紹介します。これです。トコトコマリオと言います。名前の通りこうして押すとマリオがトコトコ歩くんです。電池はいりません。開発チームが細かな動きにまでこだわって作りました。ビデオゲームだけじゃなくて、こういうリアルなものを作るのも開発のメンバーとても楽しんでるんですね。それでは皆さんもお楽しみください。では次の場所に行ってみましょう。あ、これですか？ポップコーンです。ポップコーンなんか食べながら歩くと行儀が悪いって叱られそうですけども、これはユニバーサルスタジオが作った特別なポップコーンです。キャラメルピーチ味とマッシュルーム味があります。でもオリジナルの食べ物はこれだけじゃないんですね。スーパーニンテンドーワールドでお腹が空いた時はこちらイノピオカフェです。然后这个
我真的其实我真的超喜欢这一幕的，因为就是有父亲跟两个儿子。哪有我多想了？对对对，就是哇，そうか。写真撮影してるのか。很感动，我觉得本人应该。じゃあカメラさんの方で写真撮ろうか。他们眨眼超自然的。对，他们真的眼睛这样眨起来，哇，真的好活生生的马里奥跟路易。哇，而且他们。Okie dokie。大家仔细听听，他有声音耶，我不知道那个声音是怎么弄的。ありがとう。所以大家去的时候记得要。いやお父さんもね忙しいから。要让他们。みんなも写真撮って。はい。ありがとう。然后就正式进入咖啡厅了。さあ、じゃあキノピオカフェの方に入っていきましょう。はい、キノピオカフェに入ってきましたね。ここでもなんかアイテムがもらえるみたいですよ。天花板上有一大一小。あ、ここにありました。旁边呢就会有一个操作面板。大きな。让你选择。对，选择在。当然大きい方ですよね。嗯。闭着眼睛。コインがたくさんもらいました。じゃあ奥へ行きましょうか。ここはキノピオたちが運営してるんですね。キノピオは僕らを迎えてくれます。あ、シェフが来ましたね。シェフ、这个3D動画超好的。こんにちは。就是你可以看到他的就是脸在上下是会動動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 。シェフがね開発したキノコ料理がいっぱいあるんですよね。壁にはこんなにメニューが並んでます。もう今夜アイテムはたくさん集まってますか？そろそろお腹がペコペコなんじゃないですか？はい、ペコペコなんでそろそろ中へ入っていきます。それではこちらに。はい、中はこんな感じです。たくさんの方が食事できるようにとても広くなってます。天井にはいろんなパワーアップアイテムがありますね。皆さんもここでご飯を食べてパワーアップしてください。奥の壁の窓を見てください。そこから厨房の様子が見えます。キノピオたちが大勢で頑張って料理を作ってくれています。メニューはもちろんキノコ国特製ですよ。僕らもシェフが作ってくれた料理をたくさん試食してその中から選びました。厳選されたメニューを提供しています。例えばマリオバーガーやキノコのピッツァボールなどどれもキノコを使っていて美味しいですよ。他にもたくさんあるのでスーパーニンテンドーワールドで冒険に使えた時はぜひ立ち寄ってシェフキノピオの料理を味わってくださいね。スーパーニンテンドーワールドいかがでしたか？ファミリーコンピューターのスーパーマリオブラザーズが誕生して今年で35年になります。そして今年なんとそのゲームの世界をここユニバーサルスタジオに本気で作ってしまったんですね。マリオメーカーのように簡単に作れればいいんですけども、リアルに作るのは簡単ではないです。それをユニバーサルクリエイティブの皆さんが本気で作ってくれました。今回ご紹介したのはほんの一部です。まだまだお楽しみがたくさんあります。スーパーニンテンドーワールドは日本のユニバーサルスタジオで2月4日にグランドオープンとなりますが、現在は新型コロナウイルスの影響で海外からお越しいただくのはちょっと難しい状況かと思います。ただまあ少しお時間をいただくことになりますが、日本以外の国でもスーパーニンテンドーワールドが計画されています。アメリカではロサンゼルスのハリウッドとフロリダのオーランド、そしてさらにアジアではシンガポールでもそれぞれのユニバーサルスタジオでスーパーニンテンドーワールドが展開されます。ですが、もしそれまでに安心して自由に行き来できる状態になれば、ぜひここ日本のスーパーニンテンドーワールドに来てください。スーパーニンテンドーワールドは世界中の皆さんをお待ちしています。さて、後ろに見えているのはクッパ城です。中はマリオカートのアトラクションになっていて、クッパ軍団とのバトルが待ち受けています。任天堂とユニバーサルが作る以上は世界初めてのアトラクションにしたいという意気込みで、なんと6年もかかってしまいました。そして皆さんは間もなく世界初の体験ができます。最後にちょっとだけお城の中を覗いてみましょうか。さあ、階段の上には巨大なクッパが待ち構えています。おお、そばから見ると怖いですね。なんかロウソクの中にもゆらゆらとしてて毛が細かいですね。それでは先へ進みましょう。はい、もう少し先に進むとマリオカートシリーズのおなじみのトロフィーが飾られてますね。
可是长大之后我最喜欢星星哦，看起来最强。そしてユニバーサルスタジオ限定のトロフィー、これが今回のレースのトロフィーです。隣にはクッパからの挑戦状も来てますね。挑戦書、对，库巴挑战书。哎，我是看了这个才知道库巴的。クッパからの挑戦状というタイトル通り、マリオに勝つためにクッパたちが準備した特別なコースでのレースに。マリオチームの一員になって皆さんにチャレンジしていただきます。さてチームクッパが隅々まで知り尽くした彼らのコースでチームマリオは勝利できるか皆さんの健闘を期待します。いかがでしたでしょうか。ここから先はぜひ皆さんご自身で体験していただけたらと思います。それでは皆さんスーパーニンテンドーワールドでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。希望大家真的可以有空的话一定要去看看。行ます。对，那大家觉得怎么样？看这个影片下来，想不想去？我觉得会想去吧，真的会想去。嗯嗯，尤其你是马里奥的死粉，一定去。尤其你是六四的死粉，务必要去。好啦，今天影片就先到这边啦。嗯，能不能看到这边？嗯，好东西。今天影片就整个结束了。耶！好，那我们来做结尾吧。好嘞。嗯，你先，我先。对，好的。如果呢看得开心啊、如果你是 FB 的粉丝，看得开心的话呢，可以帮我们按个追踪啊，或是点个赞。不然你要给我一个 Y 也可以。然后如果你是收看 YouTube 的粉丝呢，可以帮我们订阅，然后加按个赞哦。耶、yeah。然后如果有随时任何想要我们介绍的影片，可以在下方留言。对，提议看看会不会做再说。嗯、对。好啦，今天就到这边结束啦。我们最后一次自我介绍，你是？我是 Bonk 小编。我是小编 Ali。耶、yeah ，那就啦，拜。喜欢我们的影片，记得到粉丝团按赞、分享、追踪，或到 YouTube 频道订阅，开启小铃铛哦。